がシティに紛れ込んだエルマイト旅団を捕まえたって聞いたぞ。もしかしてこの前サーチェを拉致しようとした奴らなのか。教練員に行ってアーラブに聞いてみようぜ。教練員ようこそ。いらっしゃいましたか。すみません、犯人の尋問が終わったばかりであなたたちにお知らせする時間がありませんでした。何か分かったのか。何と言いましょうか、予想外のことが多々ありまして、誘拐犯の傭兵を捕まえるのは思ったより簡単でした。適当なものにサーチェン様の格好をさせたところ、しばらくして向こうから食いついてきましたから。問題は、これは尋問が終わって分かったことですが、彼らを雇ったのはなんとサーチェン様の息子だったというのです。子供が人を雇って父親を拉致しようとしたのか。それはなんとも。シティに入った傭兵はごく一部でしたので、多くはまだ外で待機しています。これから人手を集めて彼らを一網打尽にしに行きます。あなたたちも一緒にいらっしゃいませんか。いいぞ。ちょうどオイラたちもどういうことか見に行きたいと思ってたとこなんだ。痛くしちゃうかも。ここで親分、また誰か来たみたいだぞ。あのな、俺たちはただ金をもらって働いただけだ。ここまでする必要ねえだろ。逆恨みもいいとこだ。俺たちを雇ったのはこいつだよ。どうしたんだお前ら。誰にやられたんだお前。あいつらの仲間じゃなかったのか。あいつら、誰のことだ。空を飛ぶガキがいてよ、出会い頭にぶん殴ってきやがったんだ。しばらくしたら今度は緑の服の男が来て俺たちに質問をしていった。事情聴取は終わっています。背後で指揮していたのはここにいるサーチェン様の息子シワニです。聞きたいことがありましたら今ここで聞いていただいても構いません。この後彼らを全員逮捕して教練員に連れ戻し尋問します。どうして人を雇ってサーチェンを拉致しようとしたんだ。ふん、決まってるだろ。20年もの間あいつはどこで遊んで暮らしてるかもわからなかったんだぞ。僕のことを気にも留めなかった。もっとムカついたのはあいつが事業を教練に任せたばかりか、それをいつか気に入った天才に譲るだなんて契約をしたことだ。あれは本来僕のものだ。なぜ他人に譲らなきゃならない。僕にくれないというならあいつから奪ってやるまでだ。そのまさかだ。あいつは陰で試合を見てるって言っただろ。だから人を雇ってあいつを拉致して契約を修正させることにした。教練員が応じてくれないならあいつ本人に認めさせればいいだけのことだ。僕が、いや、あの老いぼれは隠れるのがうますぎる。今もどこかに隠れてこの笑い話を見物してることだろ。20年前の時点ですでにあいつは狂ってると思ってた。彩色の冠、あれはなかなか値が張ったな。当時あれを買うためにサーチェンは多くの事業を売り払ったよ。あれを買ってからというもの、家に幽霊が出るようになったのさ。収蔵室の前を通るとたまに甲高い話し声が聞こえてくるという具合にな。それにあの冠を教練員に寄付する以前、サーチェンは部屋に閉じこもって
連日あれを研究してた。あの時からすでにどうかしてたから、何をしててもおかしいとは思わなかったが。どうかしてたってどういうことなんだ？あの時は小さかったからよく覚えてるわけじゃないが、確か砂漠へ調査に出かけて数年戻ってこなかった。ある日やっと帰ってきたと思ったら、まるで人が変わったようになっていた。何を書いてるか覗いてみようとしたけど追い出されたよ。その後あいつは書いた論文を持ってもう一度出かけ、帰ってきた後教令院と契約を結んだんだ。今思い返せばあれはもう僕の父などではなかったのかもしれない。怖いこと言うなよ。信じるかどうかは君たちの勝手だ。知ってることは全て話した。あいつが外で何を研究してようが、僕の目に映るあいつはただのクソ野郎でしかないとな。話は終わりましたか？それでは行きましょう。今回の件の首謀者は逮捕できました。まだ何か心配なことはありますか？そうだな、アルハイゼンのメモにもあの冠のことが書いてあったし。アルハイゼン様もこの件に注目していらっしゃるのですか？一つ考えがあります。冠に問題がありそうなら主催者に連絡して試合を一旦中止させ、詳しく調べた方がいいかもしれません。そうだな。それじゃあ早速メイン会場に戻ってこのことをカリーナに伝えようぜ。探しましたよ。どちらへ行かれていたんですか？サーチェを狙った悪いやつを捕まえに行ってきたんだけど。いやいや、それはどうでもいいんだ。彩色の冠に問題があるかもしれなくて、ちゃんと調べたいんだ。彩色の冠に問題が？20年もの間試合のたびにあの冠を使っていましたが、何の問題もありませんでした。どこからそのような情報を？これはとても重要なことですから少し考えさせてください。実を申しますと、第3ラウンドの試合が開始する前に彩色の冠をマウティーマチューリンに置いてきたのです。第3ラウンドの試合内容はまさにマウティーマチューリンで冠を見つけ出し、それを指定された台に置くことです。最初に冠を配置できた人は4ポイントを獲得できます。ここまで参加者の得点に大差がないことを踏まえると、最初に冠を置いた人が最終的なチャンピオンとなる可能性が高いでしょう。ですから今回の試合は激しい戦いになると推測しています。冠の位置をマークしますので、直ちに現場へ行って状況を確認してみてください。よう、今すぐ出発しようぜ。おかしいな、マウティーマチューリンの影響のせいか。アラートデバイスはしばらく使えないみたいだ。直接冠を探しに行こうぜ。どうして今回だけこんなことに。刈り取りなさい。Bombs away!
ていきます。まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だがゴールにたどり着くのは容易じゃない。Yoinkers, dude. Kasachi 選手もついたみたいですね。試合は白熱してきたな。おや、河辺選手は遅れてやってきたようだ。そうだ、そのまま冠を置け。君の欲する全てが手に入る。誰だ、頭の中で喋るな。君なら私を失望させない。わけがわからないぞ。妙だな。ついに私の財産を受け継ぐ者、私の研究を受け継ぐ者が現れた。さあ、河辺、いい子だ。私のところに来い。どうして僕の名前を。あなたは一体誰なんだ。私はサーチェン。もちろん、正確にはサーチェンの意識のかけらの一つに過ぎないが、実に不思議な縁だ。君を見ていると昔あったある人を思い出す。だが君の信念は彼より強く、世の真紅を熟知している。子供たちよ、私たちは初めて会うが、これから話すことはとても大事なことだ。今回の学院トーナメントにおいて皆素晴らしい試合を見せてくれた。教練員には多くの記載がいる。君たち一人一人が全員が特別なのだ。だがあえて後継者を一人に絞るとしたら、私は君を選ぶだろう、河辺。君が優勝したからというだけではない。あなたが僕と。そうだ、私たちは共に哀れな理想主義者であり、それこそが私たちの苦しみの源だ。28年前、私は砂漠に行き8年間も暮らした。そこで何を見たと思う。戦争、殺し合い、永遠に終わらない者たち、水源の奪い合い、キャラバンからの略奪、民衆に対する搾取、それらは一日たりともやむことはなかった。防砂壁の外側の世界は私の思い描いていたものとは完全に異なっていたんだ。
見てきた全てのものに苦しみを感じた。だからこそ彼らを救う道を見出したいと切に願ったのだ。それで答えは見つかったの？私は陰論派の学者だ。当然陰論派の知識に答えを求めた。私は歴史を研究し、社会を分析した。人間性に関する実験を数えきれないほど行った。ついには砂漠の奥深くで失われた学派を自称する学者とも接触した。そして答えなど最初から存在しないということに気がついた。過ちを簡単に誰かのせいにすることはできない。罪とは人間の性に刻まれたものなのだから。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。これは人間の力では逆らうことのできない。いかにして歴史から教訓を得るかを研究してきた。だが皮肉なことに歴史からは何一つ教訓を得られず、全ては悪くなるばかりだという結論にたどり着いた。学んできたことの意味が分からなくなった。重くのしかかる虚無に私は生きる気力を失い、自らの命を絶つことにしたのだ。だが偶然にも私は意識の一部を保存できるこの冠を手に入れた。私は自らの経験をその中に書き込み、教令院に財産を預けることにした。やはりあなたが教令院と結んだ契約はいわば遺言だったんだな。この世界に絶望したというなら、どうしてまたこんなことをした？言った通り、私は数多くの人間性に関する実験を行ってきた。これはその最後の実験だと思ってもらって構わない。教令院なら天才には事欠かない上、どの世代にもそれを代表する花形がいる。高額な報酬のもとに人間性のわだかまりを解き、世界を正しい方向へと導いてくれる者がいつか現れる。そう私は願っていた。つまりあなたが欲しがっている継承者は、天才でありながら常人の苦しみを理解できる人間でなければならないということだな。I guess he chose the right person. なぜならそれが人間性、社会、そして世界に対するより明確な認知につながるからだ。でもこう考えたことはないか？富は人間の心を麻痺させ、外部の苦しみに対する感覚を失わせる。あなたの財産を継承した理想主義者が必ずしも君は賢いな。だが私にはわかる。君は私の考えを理解できる類の人間ではない。継承者が私の研究で苦しむのか、あるいは偽りの快楽に溺れるのか、どちらにせよ私の研究には進捗がある。私は世界の本質に痛みを感じ、その重苦しい歴史を嘆いた。そして遂行できなかった研究への未練も。だから河辺、愛しき子よ、君は私のためにいる。本当に全てを僕にくれて、その上好きにしていいと。私は自分の目を信じる。冠をいただき、私のためにこの道を最後まで歩んでくれ。この結論は君を苦しめるだろうか、それとも多くの富が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全て。ほう、もういいだろ。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。
で終わったのか。カベ大丈夫？体調はどう？僕は大丈夫だ。 ありがとうティナリ、心配はいらない。無理しないで。カーベさん、カンムリはカーベ選手によって叩き壊されたが、その前に彼は試合目標を達成した。ルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり、合計得点から見ても今回の学院トーナメントのチャンピオンだ。学院トーナメントのチャンピオンとして、およびサーチェン直々に推挙された継承者として。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を全て寄付するのか。さっきも言っただろ、この世界が良くないというなら彼の残した事業でそれを変えればいいじゃないか。単に否定するだけでは何の結果も出せない。僕は彼とは違うんだ。分かった。書記官としてこの件を資料に記録しよう。これから財産の具体的な使途については大会が終わった後に賢者から連絡がいくだろう。ああ、僕もあの人の研究が正しかったかどうかわからないし、どうすればあれを完成できるかなんて、ただわかってるのは、全てをここで止めれば参加者は誰も苦しんだりしないってことだけだ。今回が最後のトーナメントってわけじゃない。これからも誰かがこのトーナメントに参加する。でもサーチェンの話は人々を苦しませるものだ。僕たちが皆学者である以上、彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが、大丈夫、この責任は僕が背負えばいい。僕にとってこれでよかったんだ。僕にもこれしかできることはなかった。うん、よく言った。君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない、俺から見れば滑稽であることに変わりはないが、君は自身の問題に気づいている。ただプライドがそれを認めることを許さないだけだ。でも君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する。今大会の開催委員会を代表して君の優勝を祝福しよう。お、はあ、無視だったっけ。勘違いするなよ。誠意のない称賛なんかいらない。それに今ここは弁論の場じゃない。僕の見解じゃなくて試合の評論に集中してくれ。カーベさん、おめでとうございます。受賞式に出る準備をしておいてくださいね。受賞式はメイン会場でやるらしいぞ。戻って見に行こうぜ。選手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと、今回の学院トーナメントは無事終了しました。これより優勝した河辺選手にご登壇いただき、授与を執り行いたいと思います。本来はここで河辺選手に冠をつけていただき、賞金をお送りする予定だったのですが、先ほど入った情報によりますと、河辺選手はサーチェンさんの資産を受け継ぎ、そしてそれらを全て寄付されたそうです。サーチェンの資産を寄付？あんな大金、よくそんなことができたな。河辺選手の慈善的な行いのおかげで、多くの貧困に苦しむ家庭が運命を変えるチャンスを得られるでしょう。冠も賞金もなくなってしまったので、授賞式も簡単なものになってしまいますが、河辺選手、何かご感想をいただけませんか？皆さんも私と同じように、これだけの大金を寄付した理由について聞きたいでしょうから。こんな場面で何を話せばいいかわからないけど、
優勝できて嬉しいよ。運の要素も多分にあっただろうけど、金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし、彼の金も欲しくはなかったからだ。自ら体験しないとわからないことなんてたくさんある。彼も僕も決めつける資格なんてないんだ。でもそういうことを話し出すと複雑で重たい話になってしまうから、ここでは割愛する。他には特にないな。あ、神戸選手、少々お待ちください。今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたが、まだ商品は残っています。こちらは七星召喚の限定カードです。どうぞ。またチャンピオンの栄誉は川辺選手の資料に記録されます。今後川辺選手が教練員で研究課題を申請する際、賢者様が優遇する判断材料の一つとなるはずです。ああ、確かに受け取った。でも課題とかそういうのは大丈夫だ。それでは授賞式はこれにて閉幕とします。川辺選手に再び盛大な拍手を。やっぱり理解できないわ。あんな大金があれば一生遊んで暮らせるのに。天才の発想を理解するにはお前はまだまともすぎるということさ。さあ引き続き学院フェスを回ってみよう。やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな。疲れたよ。試合で疲れたせいじゃないか。それにしてもあんまり嬉しくなさそうだな。とにかくお前はチャンピオンなんだから、もっと胸を張ってていいはずだろ。そうだな。そうだ、セノはこの限定カードが欲しいって言ってたな。今まさに僕の手にあるわけだが。あげちゃうのか。珍しいカードなんだろ。一儲けできるじゃないか。ただのカードだぞ、できるわけないだろう。僕が持っててもしょうがないんだから、セノにあげるさ。よかったら彼に持って行ってくれないか。おい、そんな大事なこと人に任せるなよな。さ、一緒にセノのところへ行こうぜ。え、僕はもうちょっと休んでいたいんだって。こら、髪の毛を引っ張らないで。セノ、何を見てるんだ。まだサーチェンのことを考えていた。何か用か。ほら、七星召喚のカードだ。僕より君の方が必要かもしれないと思ってね。これは限定カードだ。譲ってくれるのか。当然だろ、僕が持ってても仕方ないんだから。いいか、これは限定カードなんだぞ。カーベ、何かトラブルでもあったのか。こんな方法でなくとも言ってくれれば助けてやる。そんなんじゃないぞ。自分のトラブルは自分で解決する。このカードとは関係ない。そうか、それでは遠慮なくもらおう。だがお前がまだこれの価値に気づいていないことは明らかだ。うん、こうしよう。前回の豪華限定版カードの価格で買い取らせてくれ。そんな、いいさ。たかがカード1枚だ。どれだけの価値があるって言うんだ。少なくとも100万もらわする。いくらだって。100万もら。少なかったか。ならもう少し上乗せしてもいい。こんなカード1枚が100万もら。でも前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないか。なんかキラキラしたやつを。全てにそれだけの価値があるわけではない。見た目だけが綺麗で
レアじゃないものもある。True that。そういえば、大魔ハマトラの収入も低くはないはずだな。君の金はすべてこんなところにつぎ込まれているのか。でも、やっぱりやめだ。友達から金をもらうなんて。遠慮するな。俺はこれまでにたくさんカードを買ってきた。なあ、本当に趣味のために貯金を全部使う気か？趣味とはいえ、どうすぎないようにな。特に衝動で借金なんてするんじゃないぞ。借金生活ってのは本経験があるような言い方だな。さぞ苦労したんだろう。まあこの話はもうやめよう。だったら俺よりも自分のことを心配しろ。何にせよレアカードはこのセノがいただいた。カーベ、お前のおかげで試合に参加した目的が達成できた。この後金を下ろしてくる。わかった。じゃあ僕もこれ以上遠慮しない。これで今月の返済は無事に乗り切れるはずだ。それどころか少し手元に残るかな。これぞハッピーエンドってやつだよな。そういえば他の参加者はどうしてるんだろうな。Grand Bazaar.服を選びたいならわしのアドバイス通りにすればよいぞ。当時の教練員でもわしのコーデは最高にナウイと評判だったんじゃ。本当か？それじゃあお願いしようかな。ファルザン先輩、今流行りのスタイルでいくつか選んでくれないか。ファルザンにニーロ、それにディシアとキャンディスまで。キャンディスと買い物をしてたらこの二人に出会ってさ。ファルザン先輩は優しいんだな。服を選んでると聞いて手伝うって言ってくれたんだ。ふーむ、一回りしてみたもののわしに馴染みのあるスタイルはなかったな。単色の生地に赤とピンクのお花を刺繍するじゃろ。そこに緑の葉っぱを。ちょっと待った、それ本当に流行りのスタイルなのか？なんだかお年寄りが着るもののような。安心せい、クラシックというのはな、決して時代遅れにはならんもんじゃ。いやいや、いくらなんでもその。まあまあ、ファルザン先輩がおすすめしてくれてるのは確かに流行りだったクラシックコーデだよ。でも今は新しい選択肢もいっぱいあるの。もしよかったら私が選んでもいい？せっかくみんなが一緒にいるし、キャンディスさんもめったにスメールシティに来られないんだから。お買い得なお店いくつか知ってるの。はい、ぜひお願いします。わしも行ってみるとするか。はあ、若者の好みを把握するのも先輩の務めじゃからの。ファルザン先輩、ちょっと来て来て、先輩いるんだけど。ん？お前は？私たち教練員に入学したばかりなんです。大会で先輩のご活躍を目にして、それでお聞きしたいことが。うん、もちろんじゃ。ぜひ参加を申し込んでくれ。うっそ、待ちきれないんだけど。先輩の専攻って何系ですか？わしはチロン派じゃ。おい、でも先輩って機械に詳しい系じゃないんですか？あ、よく考えてみたら先輩確かにチロン派の代表ですもんね。でもチロン派の授業ってつまんない系ですよね。ごめんね先輩、別の授業を開いてくれたら絶対参加するから。じゃね。ふん、分かっておったわい。お前はついて行かなくていいのか？あ、
私、先輩のことすごいなって思ってるんです。選択科目は先輩の授業にします。学院をまたいだ授業はちょっと厳しいかもですが。おお、良い子じゃ。You're a good egg child。 安心するがよい。その時はできるまでちゃんと指導してやるぞ。ありがとうございます先輩。それでは失礼します。授業の時にまたお会いしましょう。何だったのかよくわからないが、いいことだったんだよな。旅人さん、パイモンさん、あなたたちも服をいくつか選んでいきませんか。ごめんな、もうカーベとご飯の約束をしちゃったんだ。あ、そうだ、カサッチとレイラを見なかったか。カサッチ選手、あの人がどこに行ったかはわからないけど、レイラさんならさっき見かけたよ。メーロン派の学生さんたちと一緒にいたから話しかけられなかったんだ。あっちの方に行ってみたら。メーロン派の学生か。投票でレイラを試合に参加させたやつらだよな。レイラは優勝できなかったわけだからな。あいつらどんな態度でいることやら。やはりクラシックが一番じゃ。全部丸見えね。イシアとキャンディスさんは背が大きいからね。似合うコーデはいっぱいあるけど、複雑な柄を刺繍するならもっと針仕事を練習しとかないとな。ああ、でも私ってもう中の上くらいは器用だよな。この辺りの服はどれもふわふわしていますね。スメールシティに来る機会があんまりないなら、あえてクラシックな柄がいいと思うの。それに服は着るものでしょ。生地のこともちゃんと考えないと。見た目が綺麗な布でも着心地があんまり良くないのって結構あるんだよ。わしも賛成じゃん。ファッションや流行などというのはそもそも繰り返すものなのじゃ。そういうことだから、わしのおすすめスタイルも考慮に入れてじゃな。その先輩の言うスタイルがまた流行るのはまだまだ先のような気がするけど。でも私はファルザン先輩のおすすめは素敵だと思いますよ。そうじゃろ、やっぱりお前の方がよくわかっとるの。丸見えね。みんなごめんなさい。第3ラウンドでもっと活躍できてたら。もうやめて。あんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら、参加する度胸さえなかった私たちはどうなっちゃうわけ。試合を全部見てたわけじゃないけど、レイラは第1と第2ラウンドの両方で得点した唯一の選手なんだろ。それに第3ラウンドだって冠を最初に見つけたのは君だったと聞いたぞ。優勝まであとちょっとだったな。それは運が良かっただけで。そんなこと言わないで。あなたの相手は強敵揃いだったんだから。かの有名な正論派のティナリに、大マハマトラのセノ、みんなすごい人たちだったじゃない。彼らを差し置いて得点できたのはとてもすごいことよ。他の人がつけたあだ名も間違ってなかったと思うわ。あなたって本当に天才ね。ありがとう。でも私はそんなんじゃないよ。第2ラウンドの試合中だってちょっと居眠りしちゃって、いつの間にか機械のそばにいたんだから。あんまり謙遜しすぎないで。みんなでレイラお疲れパーティーをやろうって相談してたとこなんだから。
ほら、行きましょう。元気を出して。あなたはこのパーティーの主役なのよ。レイラの方もうまくいってるみたいだな。でも結局カサッチとは試合が終わってから会えなかったな。手をつなぎましょう。失望させちゃわなくて本当に良かった。やっとぐっすり眠れる。本当に良かった。お金は足りる？節約しておいた方がいいよ。安心してくれ。正確に計算したんだ。絶対に予算を超えてないぞ。これまでに何度もご馳走になったんだ。今度こそおごるよ。旅人、パイモン、こっちだ。えひひ、来たぞ。美味しそうなものがいっぱいだ。さっき、他の参加者たちのところに行ってきたと聞いたけど、どうだった？ファルザンは新しい教え子ができたし、レイラも同級生たちの期待に応えられたみたいだ。アルハイゼンのやつもいないな。せっかく今日は機嫌がいいからご馳走してやろうと思っていたのに、あいつめどこにいるんだ。だいたいあのメッセージは。まあいいか、先に食べるとしよう。冠を投げ捨てた時はびっくりしたよ。今思い返せばそんなに驚くことじゃなかったけど、あの時は少しくらいためらうかと思ってた。冠を手にした瞬間からサーチェンの意識が語りかけてきたんだ。彼の絶望と恐怖がずっと僕の頭の中に渦巻いていた。彼はそうした思考を絶えず頭の中に送り込んできて、それはまるで僕の精神を制御しようとしてるみたいだった。前も言ったように彼の見解に価値がないとは限らない。でも人を不幸にしてしまう研究なんて存在しない方がいいと思ったんだ。もし彼の違法な研究が誤った形で拡大し多くの人を苦しめるようなことがあれば、マハマトラが介入して禁止させる。君のやり方は間違ってなかったと思うよ。もう一つやり方があったとすれば、研究を継承するふりをして財産を手に入れたら放棄するとサーチェンの理論や実験を評価するつもりはない。でも彼の選択は僕からしてもそんなに悪いものじゃなかったと思うよ。そうかもしれないな。僕は他人の資産を受け取った以上。それすっごくいいことだと思うぞ。カーベさんが誠実な人だってことだから。ありがとう、本当にありがとう。これやっぱり僕をちゃんと理解してくれてるな。幸い今はアルハイゼンもいないからな。でなければまた嫌味を言われていたところだ。カーベさんっていてもいなくてもいつもアルハイゼンさんの話を。もう毎度のことだからね、諦めたよ。何を言ってる。アルハイゼンはもういるじゃないか。いるってどこにだい。どうして教えてくれなかったんだ。いる、みんなの心の中に。オーイエー。なんて怖い話なんだ。僕は心底ゾッとしたぞ。食べる前に言われなくてよかったぜ。じゃなきゃご飯が全部冷めちゃってたかもな。あの男の話はもうよそう。そういえばティナリ、
試合に参加した目的を達成できたのか。第一ラウンドでもう達成したよ。なかなかの宣伝効果だったんじゃないかな。あっという間に広まって、こんなにたくさんの人が普及講座に申し込んでくれたのは初めてかもね。ちなみに来月は空いてるかな。君も演説しに来ない？僕にできることがあるのか。正論派が扱っているものについては何も知らないぞ。君の得意分野でいいよ。例えばウリンにおける建築の特徴とか、森を切り開いて建物を作ってばかりじゃいけないとか。ああ、それなら問題ない。来月は時間を作っていくようにするよ。みんな、お腹の具合はどうだ？追加の注文は大丈夫か？私はお腹いっぱいだ。ごちそうさま。オイラもお腹いっぱいだ。毎日こんなごちそうが食べられたらいいのにな。時間があるときはなるべく集まるようにしよう。どんなに忙しくても、こうして友達と会うのは大事なことだからな。ああ、他の候補としてもう何軒か探しておこう。他にも美味しい店があるのか。オイラたちのことも忘れないでくれよな。カーベ、これからどうするんだ。これが終わったら一人で教練院に行こうと思っていた。別に急ぐわけじゃないが、どうかしたのか。今日はうまく注文できたな。浪費もしなかった。おっと、そうだ、もう何品か注文して持ち帰るか。カーベの借金はいつになったら返済し終わるんだろう。彼が自分で何とかしないとね。ここ数日は勉強しなくてよかったから楽だな。でもこれで課題が遅れたりしないよな。ん？待てよ、やばい、前回どこまで勉強したっけ。この限定カードを加えることで俺とデッキとの絆は至上の高みに達する。これは最近使った金の中で最も価値のある出費だ。みんな暇そうだな。七星召喚をやらないか。おや、手に入れたばかりの限定カード、もう見せびらかしたくなったの。見せびらかすんじゃない、これは世話になった礼だ。いいよ、でも自分のデッキは持ってきてないから借りてくるね。師匠、実はちょっと前に新しくデッキを組んでみたんだけど。え、勉強の時間をカードゲームに費やしたりしてないよね。まあまあ、そう厳しくしてやるなよ。興味関心が一番の先生だってよく言うじゃないか。研究をあーなんとかにって言ってたよな。もしそれが場所でサーチェンの研究がそこにまだあったら。アール村か。サーチェンは砂漠でいろいろ研究をしてたって言ったよな。うんうん、それじゃアール村で運試しと行こうぜ。 Someone is already there. They sing a lot of Jollibee bundles.Oops, the other jelly bundle.
まさかここで会うとはな。アルハイゼン、どうしてここに？それにお前が読んでるのってまさか。サーチェンの研究資料だ。資料を整理していた時、サーチェンの生涯について見つけたんだ。そうでなければ評論員を請け負うことなんてなかっただろう。サーチェンの意識の断片と相対して俺は推測し、ここで彼の研究を見つけた。その資料はもう読んだのか？大丈夫か？どこか具合の悪いとこはないか？何か誤解しているな。サーチェンがあの大建築家を継承者に選んだのは、資料に記録された災難と人間性に共感できたのが、共感して初めて人は苦しみを覚える。過去への無力を感じ、現在に迷い、未来に対して悲観的な態度を抱く。共感する力は諸刃の剣なんだ。その点において明らかに俺とサーチェンは共感が過ぎる人間というのは友人も多い。広い社交の輪は彼らに社会的利便性をもたらすが、それはかえって目的を達成することを難しくしてしまうんだ。お、なんでだ？真に重要とされることにおいてはどうしても他人と関わるのを避けられない。その上で誰も傷つけずに生きていくのは難しいことだ。目的を達成するためには他人と敵対することも覚悟しなければならないが、この資料に書かれた客観的で沈鬱で負の側面が強調された全てのものは、結局サーチェンの視点からの実験と結論でしかないんだ。うん、読んだ感想はそれだけなのか？学者としてサーチェンは紛れもない天才だ。彼は世界の暗黒面を人間性のせいにした。そして多くの実験を行い、基本的に信頼できる、いや正確な結論を導き出した。じゃあ本当にあいつの言う通り、悪いのは人間で全ては悪くなるばかりなのか？これは俺が答えるべき問題じゃない。しばらくすれば別の誰かが来るだろう。ただ言えるのは、世界は正確さだけで成り立っているわけじゃない。単純な正確さが意味をなさない時もある。大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、選択によって理想を追い求める者は幸福が皆に訪れることを祈る。たとえそれで自分自身が排除されるとしても、かの者は真理に触れることはない。その目を遮る愚かさを消し去るまで。俺はかねてよりその類の理念を認めていない。自己犠牲によって強引にハッピーエンドをもたらそうなどと、あのサーチェンにだって理解できないだろう。だが残念なことに、どんな観点でも支持する者はいる。そして性格は運命を決めるんだ。さて、ここに来た目的は達成したから、資料は君たちに預けよう。失礼する。待てよ、こんなものを見るためにここに来たのか？そのせいでお前はご飯を食べそびれたんだぞ。ご飯？そうか、だが想定内だ。そうだぞ、今日はカーベのおごりだったんだからな。あいつなら包んで持ち帰るくらいはするだろう。じゃあな。でもなんだかアルハイゼンはあの資料に影響されなかったみたいだ。これからオイラたちの質問に答えてくれる誰かが来るって言ってたけど。旅人にパイモン、もうついていたのね。ナヒーダ、それにカサッチ。まさかカサッチに学院トーナメントに参加するよう頼んだのってナヒーダだったのか？ええ、私だったの。驚いたかしら？もしかして冠に問題があるってナヒーダは最初から知ってたのか？もしそうなら冠をすり替えるとかできたんじゃ。
サーチェンの研究そのものは誤りではなかったもの。彼は一生を費やして研究を続け、最後にはこの資料を作り上げた。これはまさに彼の知恵の結晶よ。この資料がトラブルの種になる可能性は心配だったけれど、サーチェンが真理を求める中でしてきた努力を消したりはしないわ。だからカサッチにトーナメントを見張ってもらったの。今はもうその呼び方をする必要はないだろう。だって素敵な響きなんだもの。はあ。話を戻しましょう。もしサーチェンの選んだ人がこの研究に耐えられなかったり、これがより多くの人を苦しめることになりそうだったら、この子に介入してもらうつもりだったわ。結局サーチェンが選んだやつはこの研究に目もくれなかったね。実に滑稽だったよ。本当は人との付き合い方を学んでほしかったのだけれど、あんまり効果はなかったみたいね。そんなことする必要ないよ。古い借りをまだ返してないんだ。新しい借りなんて作りたくない。ナヒーラ、さっきサーチェンの研究は誤りじゃなかったって言ったよな。そうね。この比喩を使いましょう。私の目に映る真理は、一部の人はキノシシの背にあるキノコだけを見てキノシシはキノコだと言うわ。一部の人はキノシシの体を見てキノシシはイノシシだと言う。シュンボール。また別の人は本質を見透かしたと思い込み、キノシシは獣肉だと言い放つの。これらの結論にはどれも正しい一面があるけれど、どれもキノシシの本質を客観的に描写したものではないわ。分かったような、わからないような。世界も同じよ。私を含めその全容を理解できる人はいない。限りある知識の境界線の内側にある人は世界の美しさを盲信し、ある人は世界の醜さを知っている風に語る。実際のところ重要なのは世界の今の姿じゃなくて、人々がそれをどのようにしたいかなの。もちろん私は一人一人に何かをするよう強いたりはしないわ。結局のところあらゆる知恵を導き力を発揮させることは知恵の神である私の責任だから。ごちゃごちゃとご考説を垂れてくれたけど、結局この資料はどうするつもりだい？この資料を継承したカーベはその拡散を望んでいない。だからこの主なき資料は封印するわ。でもサーチェンの研究はある種の消極的な知恵として真理を構成する一部でもあるの。もしこれからサーチェンが歩んだ道を通りたいという人が現れても、陰論派の後輩がいつかサーチェンの理論を理解できるようになった上で絶望を乗り越える方法を見つけることを期待しましょう。ふん、陰論派にそんなやついるわけ。待て、僕を陰論派に残しておくつもりじゃないだろうね。はあ、学者になった覚えなんてないよ。君の目に映る僕は利用価値のある囚人でしかなかったはずだろ。また始まったぜ。あら、スメールでは囚人にも教育を受ける権利があるのよ。陰論派で勉強して自分の因果に正しく向き合い、過去の古い借りを清算することを学んでほしいの。最終的にあなたの出した論文は私が自ら審査するわ。ちゃんと真面目に取り組んでね、カサッチ君。Thank you.
Oh, that's a doozy. さて、
Allowed to have, allowed to take. No strings attached. One of your answers. Thank you. I like the compliments. Wow, I look like an idiot now. It needs a different UI.
Hmm. This will be our locomotive. There, to make my map pretty. Oop, too big.
Aw, oh, come on. Yup. Sate. よろしくお願いいたします。これが運命です。狩り開始。音階調整終わり。イラグルドが旅歩いてきた。ふう、風だ。運命には逆らいません。水中で神里流トーム。ここだよ。はっ、高速決定。反省しなさいよ。一緒に遊ぼうよ。逃げ。これが運命です。あの運命よ。スイッチ。あなたにも一緒に踊りたいの。神里流トーメス。私は踊りません。